はい、こんにちは、テイクアールです。今回はですね、こちら、東京マルイさんの、絶版ヘビーウェイト版のコルトパイソンですね。紹介動画、先日上げてるんですけども、今回はこちらの方ですね、リアルカート化してみました。こんな感じで、これがパラパラっとこんな感じになってます。で、このリボルバーの場合ですね、リアルカート化すると、空打ちができなくなるんですけども、テイクアールの方ではですね、空打ち可能なように、ちょっとここの部分ですね、本来ですとこのように出た、ここのノズルが戻らないんですけども、こんな感じで戻るように工作しております。こういう感じ。はい。で、まあ、ここら辺の工作の方はですね、メンバー専用の動画の方で、やり方をご紹介してますので、気になる方はそちらの方をご覧ください。はい。それではですね、今回はこのリアルカートにした、丸井さんのパイソンの、実写性能の方を見ていきたいと思います。はい。それではですね、BB 弾を入れて、まずはですね、弾速のチェックからやってみたいと思います。やっぱりこのリボルバーはシリンダーに弾を入れるときが楽しいですよね。はい。じゃあいきます。はい。それじゃあ撃ってみます。71.29。59.87。安定感がなさそうですね。72.6。68.92 54.94 68.63 ということになります。はい。それではですね、次に、距離5メートルでどのぐらいの、グルーピングがあるのかやってみたいと思います。はい。それじゃあ距離5メートルで実写してみたいと思います。はい。というようなわけで、そんなにひどくもないかなという結果ですね。まあ、リボルバー、リアルカートということを考えれば、まあまあ、かなと思います。まあ、実写性能はともかくですね、やっぱりリボルバーはこういうリアルカートで遊べるのが、魅力かなと思います。本当に丸井さんの、こちらのリボルバーシリーズは簡単にこうリアルカートにすることもできるし、今ノーマル状態で24連発も打てるということでですね、ちょっと絶版になっちゃったのは名残惜しいというかですね、なんでなくしちゃったのかなっていう感じもしますけども、またいずれですね、再販なり新しいリボルバーを出すなりしてもらいたいなと思っております。はい。まあ、そんなわけで、こちらのですね、希少な、丸井さんのガスリボルバー、リアルカート仕様ですね、後日ヤフーオークションに出したいと思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。はい。それでは今回も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。